皆さんこんにちは、大輝の器チャンネル奥田大輝です。今日はお出かけチャンネルということで、見てください後ろ、滋賀県庁に来ました。いや来てしまいました、ついに、今年の6月ですね、定番店を滋賀県庁でするという話がありますので、私今日県庁に会議で来ました。ついに県の施設に突っ込みます。それでは皆さんどうぞ。はい、県庁です。初めて入りますね。あら、なんか撮影してますね。あの琵琶湖の日でなんか琵琶湖放送が撮影してるみたいです。それでは私県庁に突っ込んでいきたいと思います。皆さん県庁の正面玄関です。入ってもいいということなんで入らせていただきたいと思います。あ、どうもお疲れ様です。入りました。どうも、はい、はい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 、皆さん入ったことありますか、県庁。見つけ見るって言ってるかな。どうもこの辺りの会議室でやるって言ってやるんですけどね。じゃあ次はあの会議室近くになったら、はい、お会いしたいと思います。失礼します。はい、皆さん正面玄関右からこの県民サロンがこの6月にやる場所らしいです。あ、ね、あ違う、これファミリーレストランかと思ったら違いますね。はい、ちょっと入ってみましょう。はい、こんな感じです。定番店の皆さん来られます。カウンターさん来ましたね。はい、6月にやるらしいです。いいと思いますよ。僕はまだ行くかどうか分かってません。それでは皆さんさようなら。あれ、カウンター先生来ましたね。はい、さようなら。はい、皆さん県庁にね、せっかく入ってきたんでね、県議会議員出席表でこんな感じで皆さんそうですね、管理されてるんですね。はい、お、我らが甲賀市からの富田さん在庁されてますよ。はい、田中松太郎先生は今日は来られないみたいですね。はいはい、でこちらからも県民さんも逃げるんですね。いやちょっとね、いろいろあって裏から出てきました。はい、ここですね。ここが、はい、定番店の会場の予定地になる、先ほども見せました県民サロンでございます。はい、ここが一体どうなるのかということですね。ちょっと眺めて見てみましょう。はい、琵琶湖フリー Wi-Fi 入ってますこれ。はいはいはい、こんな感じですね。はい、広いのか狭いのか中途半端ですね。こんな感じでございます。あ、トモさん、お疲れ様です。お疲れ様です。移動してきましたよ、駐車場。え、あ、汗だくやもん。何のための。移動してきましたよ。汗です、お疲れ様です。あ、さすが、すみません、カメラで撮って申し訳ないです。すみません。こちらの。あ、てるね、お疲れ様です。はい、こちらください。これバラさんだね、バラしたらいいね。はい、ここがね、一体どういう風な感じで、はい、定番店になるのか、はい、何度も言います。私はまだ出るかどうかは分かっておりません。皆さんよろしくお願いします。ありますね、はい、それではさようなら。皆さん、県民サロンよりここでやりたいって言ってます。県さん考えてください。滋賀県さん考えてください。県民サロンよりここの方がかっこいいって言ってます。さあさあ皆さん、県庁で初めて開かれる定番店に今向かっております。あんまり大声出せないんで。農政水産事業、そのね、やっぱり堅調ですね。果たして勝手に取っていいんでしょうか。アホのふりして取りましょうこれ。はい、そうですね、学校の職員室みたいですね。これ以上取るとまずいと思うので、一遍ここでお別れします。
無事着きました。迷子から無事に着きました。それではここで会議をしたいと思います。はい、大輝の器チャンネル奥田大輝です。県庁さんの前に終わりました。県庁さん、はい、滋賀県の人もですねだいぶ前向きに協力していただけるというふうに言っていただきました。さすが県、さすが滋賀県、最高です。6月の26日の月曜日からこの県庁、ここ県庁、県庁さんの正面玄関横県民サロンで定番展、市が行います。皆さんぜひよかったら来てください。ただ私ですねまだまだちょっと家に帰って揉まないといけないことがあるので参加するかどうか、つぼはち大輝の器としては参加するかどうか分かりませんので、ちょっとね考えさせていただきたいと思いますが、定番展自体は6月26日、はい、この県庁で行いたいと思います。それでは皆さん、滋賀県の人は非常に前向きにバックアップしてもらいました。当日議会開催中らしいので搬入とかですね、議会の県議さん怒らないで多めに見てくださいね。それではねよろしくお願いいたします。それでは本日はさようなら。県庁前からさようならです。さようなら。